ペシュメル川、イラク領クルディスタン自治政府が保有する軍事組織。独立や自治拡大を求めるクルド人は1920年代から崩壊したオスマン帝国軍などの武器を使い、イギリスイニ民党治療メソポタミア当局やイラク政府に対する抵抗活動を続けてきた。冷戦期には旧ソ連製の兵器を取得したが、 イラクのフセイン政権から、苛烈な鎮圧作戦の対象とされ、劣勢を強いられた。2003年のイラク戦争で、フセイン政権が崩壊すると、クルディスタン自治政府の正式な武装組織となり、年間5億ドル程度を投じて、兵力、装備を拡充した。フセイン政権やアイソルに対して、共闘関係にあるアメリカ合衆国から、 オバマ政権時代までで総額10億ドルの軍事援助も受けた。ペシュメル側15万人から20万人と主要先進国一国の陸軍兵力、あるいは総兵力に相当する人員数を要し、36個旅団などを運用している。旧世代の主力戦車を保有しているが、あくまで主体は経 f 不であり、中東に多い各種 AKK 滝や、 旧ソ連製の軍用車両を主に使用してきた。近年は個人抵抗火器や装甲車を中心にアメリカやドイツなどから欧米製の武器を供給されている。航空戦力としてヘリコプター部隊も保有している。なお、活動地域が内陸のため海軍は存在しない。フセイン政権崩壊時、ペシメルガは米軍と交往してイラク北部すなわち クルディスタン南部の主要都市キルクークを制圧した。2014年、アイソルの猛攻を受けた、イラクの政府軍、警察が各地で敗走したのに対して、ペシメルガは、抵抗、反撃。2017年現在では、クルディスタン自治地域の外を含めて、イラク領の14%を支配している。M16 を構えるペシメルガの兵士、消火器対戦車火器迫撃砲形態式、 防空ミサイルシステムペッシュメルガが保有する T-55 戦車戦車走行車ヘリコプター。ありがとうございます。